はい、速稼塾の久保です。今日の記事はね、当然といえば当然なんですけども、もう自粛も短縮もしない東京都の時短要請に怒り心頭の飲食店ということでございます。まあ東京都依然厳しい状況が続いておりますが、実際厳しいのかどうかっていう真実真相はまあちょっと脇に置いといてですね、度重なる新小池都知事のこのね、芸のない毎日の記者会見によってどこが割を食っているのかと言いますと、薄利多売で私たちの食文化、食生活、そして観光資源を支えてくださっているこういった中小のね、飲食店さんだと思うんですよ。まあ、はっきり言ってね、時短営業、それから休業の要請、こういうのをしたところで何なんですかね。私はね、個人的にね、飲食店の数多すぎると思ってるんですよ。今飲食店の数が私の記憶では70万社ぐらい日本全国各地にあると思うんですけども、これ3分の1ぐらいにしないと価格の釣り合い取れないとは思うんですよ。でもだからといってジェノサイドすればいいってもんではないんですよね。まあこういった方々が例えばね、失業することによってこの就職市場に、求職市場に人がまた溢れてくるわけですよ、数十万人と。それを吸収できますかってことが一つあるんですよ。その政策を取った上でこういった飲食店に対する厳しい措置っていうんだったらまだ分からないでもないんですけども、やってほしくないですけどね。でも現実、飲食店をやるぞって言って長期ローン組むわけじゃないですか、皆さん。でそういった長期ローン組んで毎日の売り上げ5万とか10万を目指してもね、はっきり言ってね、月商で300万とか500万なんてのは飲食店の利益とかにも何にもならないですよ。でそういうところに来てですね、休業要請をして売上の 10%、30%、50%、 中には 90% のダウンをですね強要するわけなんですよね。そこに対して協力金何十万とかね、なんだこれはと思いましたね。協力金50万100万でも全然足りないですよ。家賃もあるし、人件費もあるし、その間の暮らしもありますし、それだけじゃないですよ。将来的な資産の積み上げとかにもやっぱ寄与しないといけないと思うんですよ。そう考えるとね、小池都知事はまあ私はずっとね、無慈悲な人だと思ってはいたんで、小池都知事当選しなければいいなと思ったんですけども、東京都民の声としては小池都知事が圧勝なわけでしょ。私はね、だから一発山本太郎さんみたいな、もう完全に政策の違う方にお任せしてどうなるのかってことを見た方が良かったと思いますよ。だってこれ以上悪くなりようがないじゃないですか。で山本太郎さんみたいな方にね、成功するかどうかは置いといてですね、小池さんにしたらまず苦しいんですよ。で実際苦しいじゃないですか。大した政策も打てないし、休業要請をするだけで財源もないと、新しい財源論も持っていないと、それこそ地方債を切るみたいな発想もないと、のめちゃくちゃなわけですよね。ないない尽くしということですよ。で毎日テレビにはお気楽に出ていると。私はだんだんね、あの小池都知事の顔がね、キシリアザビに見えてきましたよ。キシリアザビってご存知ですかね。あの機動戦士ガンダムの最終回、43話脱出でシャアにね、あのバズーカで撃たれちゃう人なんですけども、キシリアみたいな顔に見えてしょうがないですよね。でちなみにあれでしょ、厚生省にコネのある方ってのは阿鼻頑丈で完全な防御対策してますよね。で私たちには阿鼻頑が渡らないというね。でもう話題にも上らないでしょ。で PCR 検査って言ってますけども、あれほど意味のない PCR 検査ないですよね。まあこの辺もまた長くなりますんでちょっと置いておきましょうか。まあこういうふうに記事には書いてます。日刊スパ、もう自粛も短縮もしない東京都の時短要請に怒り心頭の飲食店。はい、そうなんですよ。だからね、こんなことに付き合う必要ないんですよ。どん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 やればいいんですよ。だってあれでしょ、 GoTo キャンペーンとかやってるわけでしょ。あっちの方が危ないですからね。で妙な理屈で全然整合性の取れてない、ね、理論を振りかざして、あれはやるこれはやらないでしょ。あっ、小池都知事だ、まあいうのもあるわけですよ。まあ、ですんでね、飲食店さんはどんどんやればいいと思いますよ。でお客さんは危険だと思ったら行かないですから、店が開いてても。でこういうことすれば東京都の財政も落ち込むし、経済も落ち込むし、なんせ活気もなくなるし、その後どうなるかってことを考えてみたらいいと思うんですよ。私はね、はっきりと未来予測ができるんですけども、これはね外れてほしいなと思うんですけども、こうやって東京都の飲食店さんとかね、いわゆる夜の街関連、歌舞伎町、ね、ホスト、キャバクラ、こういうのが衰退していったところでどうなるかっていうと、テナントに空きが出ますよね。ビルの家賃が下がりますよね。でビルは投げ売りになったり、銀行の管理物件として抑えられちゃったりしますよね。それを安値で買うのが海外資本、主に中国です。そして中国人がビルを買ったり、
商売のオーナーになったりとかして、日本人を安く使うという構図が見えてるんですよ。で、小池都知事はそれに協力してるんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、自民党の二階幹事長とかね、今井補佐官とかね、森まさこ法務大臣とかね、で、あと石破茂さんですか。こういった方がもう、まあ、中国の仲間として、まあ、アメリカのね、当局に名指しで注意されてるんじゃないですか。こういう奴ら気をつけろ、みたいなね。で、安倍総理も、こういうふうな脇にね、こういう人がいるもんですから、やりたいことできないと。やっぱ世界一の信頼関係で結ばれている国のトップっていうのは、トランプ、安倍だと思うんですよ、これは。これは私ね、揺るがないと思います。世界一、他の国と仲良くしている国家元首は、どことどこって言ったら日本とアメリカ。これ以外の回答はないと思いますね。これはね、もう随分前からですよ。ロン・ヤスの時代からですよ。そこからずっと続いてきて、今に至るまで、日米の同盟っていうのは世界一強固だと思います。ただそれが揺らいでるのが今ですよね。だって中国大好き、中国忖度、中国大好き、ね、すり寄る、こびる人がこれほどいるようなね、政権っていうのも珍しいですよ。で、それがアメリカのシンクタンクには見抜かれていて、アメリカの諜報網ってすごいですからね。どんな細かいリリースも見てますよ。どんな細かい反応も見てます。ですんで、今の安倍政権の中には中国からのスパイがこれほど入っていて、中国の、要するにね、アメリカの反面に回ろうとしてるんじゃないかなっていうことで、安倍政権、突きつけられてるわけですよ。で、ここでですね、少しでも中国寄り見せれば、アメリカの同盟が破棄されて、じゃあお前ら中国とやれよと。じゃあうちの軍事力、すべて日本に差し向けるからね。尖閣もどうなっても構わないよと。沖縄も取られてしまえ。北海道もやられてしまえ。日本民族、滅ぼしてしまえ。みたいなことにね、アメリカがくるっと変わったら、もう終わりですね。私たちもひどい目に遭いますよ。香港の現状どうでしょうか。というところで、中国台は東京のね、時短営業からとんでもないところに話が行きましたけども、我々方が戦うべきっていうのは、東京都知事では本来ないんですけども、この東京都知事はちょっとね、ないですね。なんで当選させちゃったんですかね。いや、それでね、やっぱ飲食店経営されてる方って本当忙しくって、で、儲からないですしね。でもその中でもお客さんの笑顔に支えられて、ある意味、心意気で商売やってくれてるんですよ。で、そういう方がこれほどね、報われない目にあって、で、まあ、なんて言いますかね、ぬくぬくと人の税金で暮らしてらっしゃる方が、偉そうにテレビ毎日出てね、好き勝手なこと言ったりとか、なんかイソジンが効くとか、なんか言ってみて、ね、イソジンの不良在庫を吐かしてみたりとか、なんかね、まあ、見苦しいと思いますよ。まあ、とにかくね、もう自粛も時短も必要ないです。保証がしっかりと出るんだったら、ね、ありえますけども、ちょっとこの状態はないですよね。なんかお店って、本当その国を示していると思うんですよ。私たちがいろんな国に旅するときも、その国にいる人も見ますけども、やっぱりね、どんなお店があるかによって、その国をね、好きになったり嫌いになったりするんじゃないかなと思いますし、その国にどんな風景、情緒、人並み、文化、歴史があったのかっていうことを感じて、またね、魅力を感じると思うんですけども、このまま赤ちょうちんとか歌舞伎町とか東京って街が失われてしまえば、それはもうね、日本に来る意味を失うと言ってもいいと思いますし、先ほど話したように、この東京という街がね、中国資本の街になってしまえば、もうすでにそれは日本ではないですね。まさに中国の一部となって、中国に吸収されて、はい、さようならよ、ということになりますよね。アメリカに亡命しようかな。それでは本日は以上です。